んにちは、ニトロ Vlog です。さて、今回は前回投稿した動画の続編みたいな感じで、もうすぐ発売される低価格なアンドロイドゲーム機についての動画です。確認する機種はレトロイドポケット3、ハウキディ X28、 そしてアンダーニックの RG505 の3機種です。この3機種は個人的に2022年のトレンドとなるアンドロイドを搭載した中華ゲーム機カテゴリーの中でかなり注目製品になるのではないかと期待しています。注目の理由ですが、搭載する CPU パフォーマンスがほぼ同一であるものの、スクリーン使用の際ハードの形状、操作性など味付けが微妙に異なっていて、3機種全てにオリジナリティがあります。何より従来の中華ゲーム機らしく、おそらく比較的安価に入手が可能、ビルドクオリティもチープ機種とは言えない高い質感であることが期待できます。まあ価格については正式発表を待たないと、もしかしたら意外と高価になるかもしれませんけどね。さて、この3機種の性能についてですが、搭載するチップセットはレトロイドポケット3はユニソックタイガー T310、 X28 と RG505 はまだ確定していませんが、おそらくユニソックタイガー T618 を搭載しているようです。 T310 と T618 の際は T310 が4コア4スレッドに対して、T610 は8コア8スレッド、クロック周波数はどちらも 1.8 から 2GHz。 また搭載メモリーは T310 が 2GB または 3GB に対して、 T610 は 4GB となっています。アンツツベンチマークスコアで比較すると、 T310 は 143,432 で、 T610 は 21,000 ぐらいになるそうです。つまりレトロイドポケットは少し性能が低いみたいですが、公式のテストプレイ動画を確認する限り、 PSP の重たいゲームが滑らかに動作していました。エミュレーションの再現性は実機で確認しないと何とも言えませんが、3機種に体感できるほど大きな差はないんじゃないかなと思います。次に3機種が搭載するスクリーンについてですが、全ての機種がアスペクト比16対9のワイド画面、大きさはレトロイドポケット3が 4.7 インチ、 RG505 は 4.95 インチ、 X28 は一番大きくて 5.5 インチ液晶を搭載します。サイズ的には微妙な違いですが、いずれも5インチサイズ、 X28 は少し大画面ですね。解像度はレトロイドポケットが1334750X28 が1280720RG505 は960544と、3機種の中で一番解像度が低くなっています。そして液晶仕様についてですが、レトロイドポケットと X28 は IPS 液晶、 RG505 は有機 EL となっています。スクリーンの仕様や解像度、サイズなどかなり3機種に細かい違いがあり、表示の綺麗さ、アプリ動作など意外と差異がありそうですね。デザインについてですが、現時点で確認できる写真などで判断すると、個人的にはレトロイドポケット3が一番洗練されたデザインに感じます。これはスイッチライトやオーディンに似ているデザインで、ホールド性や操作性も良さそうです。X28 は大きな画面と持ちやすさを重視したデザインですかね。写真を見る限りデザインは悪くないですが、ハウキディなので質感が心配な点。まあ良くも悪くもおもちゃっぽいのがハウキディ製品の良さではあります。そして RG505 ですが、従来のアンバーニックデザインが復活して、 RG351 シリーズのようなスクエアな筐体となりました。これはアンバーニックのファンにとっては嬉しいんじゃないかと思います。ボタンは3機種すべて
オーソドックスな配列になっていますが、RG505 だけはショルダーボタンが横並びですね。 L に R2 が少し飛び出していて、改善した跡が確認できます。操作性については実機を触らないと判断できないんけど、デザインから推測すると私にはやっぱりデトロイドポケットが良さそうに見えます。まあこれはあくまでも個人的な感想なので、人によって良し悪しの基準が違うし、リリース後に評価は変わると思いますけどね。はい、そんな感じでリリース間近となっている話題のアンドロイドゲーム機について、現在判明している情報から動画を作ってみました。中華ゲーム機といえば程よい性能と適度な品質、そして何よりも入手しやすい価格ってのが条件です。その点から今回紹介した3機種は期待できる中華ゲーム機ジャンルの新機種です。9月から順次リリースされて年末商戦の主役になると思います。新しい情報が入ったらまた動画を作るつもりなので、チャンネル登録してくださいね。今回の動画はこれで終わり。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバイ。